UFOs fly while emitting light powder to the rear. At the same time, the periphery of the UFO is distorted. Immediately after the UFO flies away, a faint wake remains. However, the biggest feature of UFOs is that they leave a tail behind them when moving at high speeds. Even in the UFO Report Center in USA, it is the most important criterion for judging whether or not it is a UFO. This kind of phenomenon is not seen with insects and dust in the air. Please watch this video carefully. Thank you. UFO は飛ぶとき後方部に光の粉を放出しながら飛びます。同時に UFO の周辺部、つまり空間が歪みます。また UFO が飛び去った直後にはかすかな光跡がそのまま残りますが、 UFO の最大の特徴は、 UFO は高速で移動するときはその後方部に尾を残すということです。繰り返します。尾を残すということです。アメリカの UFO リポートセンターでも UFO であるかどうかを判断するための最も重要な判断基準になっています。虫や空中のゴミではこうした現象は見られません。注意深くこの動画をご覧ください。広志林、浜松 City, Japan。手前にですね、レザー光線を持った人物がいて、そして部屋の間にですね、
偏光性のあるガラス板を立てて、手前からレザー光線を当てているということです。そしてその様子をですね、向かって左側にもう一人ビデオカメラの撮影者がいて、このような動画を撮影したものと私林浩司は考えています。Hello, this is Tube Store Taka in Tokyo and Hiroshi Hayashi in Japan. An UFO over Kuchino Erabujima Island, Kagoshima, Japan.
Here, it's my pleasure to show you a video examined by Third Phase Moon for the further details of the UFO which flew over Kuchino Erabijima Island, Japan, when a volcano erupted on May 29, 2015. Here in this video, a clear shape of an UFO was shot and sighted by a camera. チューブスターさんから新しい動画が送られてきました。これがその動画です。まずそれを皆さんじっくりとご覧ください。ここにはもうかもしれないというレベルを超えて明らかに UFO が映り込んでいます。昨日作りましたビデオを紹介します。Hello, this is Taka in Tokyo and Hiroshihayashi, Japan. On the morning of May 29, 2015, a volcano erupted in Kuchino Erabijima Island, Kagoshima, Japan. Taka in Tokyo-san has reported he found something very strange, seemingly flying across the smoke.And here is a report about it. タカ in Tokyo さんがですね、ニュース番組の中で、まあ、奇妙な、まあ、物体が飛んでいるように見える、あれ飛んでいるというのを報告してくださいました。今、まあ、この白い2本の線の間を通り抜けていきましたけども、皆さんご覧いただけましたでしょうか。まあ、大きな画面で見ていただくとよくわかりますけども、小さい画面だとちょっと見えないかもしれません。で、3倍速でやってみますから、見てくださいね。この部分ですね、今現れます。2、1、注意深くご覧ください。ここです。スーッと右の方に流れていきますが、わかりますか？そして今中央あたりを通って、そして右の方に流れていきます。ご覧いただけましたでしょうか。右の方へ行きますね。何かしらこうジグザグに飛んでるって感じもしないでもないんですね。それからいわゆるまあ噴煙の中にを飛んでるって感じもしないでもないんですね。となると実にこれは不思議な物体ですね。でもう一度そのオリジナルで見ていただきます。今まあ爆発したわけですね。で、もうかなり言ってますが、爆発直後にもう、まあ、この UFO ですね、まさに。未確認飛行物体的なものがですね、飛んでいるってことに、飛んだということになるわけです。これは通常の民放のね、ニュース番組の中に出てきたものですから、間違いないと思います。出てきますね。ご覧くださいね。今の丸のところから右へスーッと流れていきました。で、検証していますが、これは今動画の部分をですね、静止画にして、まあ、この中央部にあるんですけどね、今ここへ来ました。ちょうどその円の中心部にあります。
中心、円の中心部やってきました。ちょんとした点でしか見ないんで、拡大してもあまり意味がないんじゃないかと思いました。今度は500倍速で見てみます。今、ここからの今、静止画です。はい、ここから動きますよ。ゆっくり見てくださいね。右の方へ、今のところから、右の方へ動いていきます。わかりますか？今、中央あたり来ましたね。そして右の方へ。かなり高速ですよね。飛行機とも違う感じがします。で、こう、岩石でもないんですね。右の方行けば上昇してるって感じがします。一体これは何かということなんですね。まあ、これ、ある意味で大変な動画なんですね。というのは、この火山の爆発直後にもうすでにこうした、もしこれが UFO だとするならばですよ。もうこうしたものが現れているということですよね。結論は、何とも言えませんね。UFO の検証っていうのは本当に難しいんですよね。しかし、これはもちろんフェイクでもないし、この動画の出どころが確かなものですから、この動画をしっかりと分析するということは、まあ無駄ではないと思いますし、まあある意味で、逆の意味でね、重要だと思います。で、こう何かしらこう、雲、噴煙の中を通り抜けたような感じもしますし、高速であるし、まあこれこそね、unidentified flying object、未確認飛行物体ということになるのではないでしょうか。タカさんどうもありがとうございました。Thank you and bye for now。もう一度そのビデオを見ていただきますけれども、まあこれを見るとですね、先ほども言いましたように、かもしれないというレベルを超えて、当日、つまり5月29日に撮られた UFO はですね、UFO であることがわかります。少なくとも飛行機ではない、鳥でもない、ドローンでもない。まあ、もしこれをですね、UFO と言わなければ、つまり私たちがエイリアンの乗り物としてそう呼んでいる UFO でなかったらですね、何なのかということになります。動画を見てわかることは、物体は球体、球形、もしくはそれに近いものであること。太陽光線は斜め、やや右上方から来ていると思われますが、それ自体が発光しているように見えること。つまり、光と影の方向が自然光のそれとは違うということです。また、高速で移動しているのがわかります。後部に白いもやのようなものを残しながら飛んでいることもわかります。まあ、そんな点に注意してご覧ください。で、今度は3倍速って言いますか、で見てみます。ゆっくりと、まあ、回していますが、こうして今飛んでいくんですけども、この噴煙の中に消えるというふうに見るところもあるんですね。もしそうならば、これ大変なことですね。まあ、そうした噴煙をものともせず飛んでいるということにもなりますし、まあ、見た感じ手前かなという感じもしますので、この辺ははっきりしません。で、まあ、昨日ですね、タカ・イン・東京さんから第一報を受け、1443号を、まあ、作りました。それは先ほど見ていただきました。その中で私はですね、UFO ではないかもしれないというようなニュアンスで、ニュース映像を分析しました。が、今回、チューブスターさんから送られてきた動画をご覧になっていただくとわかりますが、それはもう、かもしれないというレベルを超えているのがわかります。またこの UFO は、かつてカリフォルニア州のクレアモントに現れた UFO、さらにはエリア51で働いていたチャールズ・ホール氏が証言した UFO とも大変よく似ています。それについてのビデオはこの後につなげておきますから、まあ、少し長いですけども、どうかご覧になってください。なお、この UFO で気になる点がいくつかあります。第一に火山が爆発したそのほぼ直後に現れているという点です。詳しい時刻などはこれからさらに調べていきますが、それにしても直後です。日本の自衛隊機の形すらまだ見えません。繰り返しますが、例えばアメリカ軍の飛行機であれば、点滅灯などが見えるはずですが、それも見えません。私は飛行機ではないと判断しましたが、いかがでしょうか。今ここに皆さんに今お見せしているのは、
先ほど言いましたエリア51で働いていたチャールズ・ホール氏の証言をですね、まあミレニアム・ホスピタリティという本をチャールズ・ホール氏は書くわけですけども、それを要約したものです。このまあそのチャールズ・ホール氏の証言を要約したものは、この後に、まあ、ビデオを一つ繋げておきますから、興味のある人はご覧ください。まあ、今出てきました、まあ、いわゆるスカウトシップって、まあ、一般に呼ばれてますけども、その UFO に大変似ているということですね。で、次にですね、まあ、今言いましたように言ってますが、爆発直後にですね、まあ、私は UFO であるとするならばって言い方じゃなくても UFO であることには、まあ、ほぼ間違いないと思いますけども、それが爆発直後に、まあ、すかさず現場にやってきたということになりますね。このタイミングの良さが私は気になります。また、速度などはわかりませんが、雰囲気からしても、まあ、早いということですね。そして、巨大であるということですね。まあ、タカ・イン・トーキョーさんもですね、飛行機の速さではないというふうに、まあ、メールの中に書いて、来てくださいました。さらに動画を慎重に見ていただきたいんですけども、その物体そのものがですね、まあ回転しているようにも見えるということですね。まあチカ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 と動いていく。これはまああの動画の特性なのかもしれません。がしかし私が何よりもここで言いたいことはですね、このニュース動画はフェイクではないということですね。いわゆるまあ作り物ではないということです。民放ですけども、テレビのニュース番組がですね、そのソースになっているという点です。まあ、海外では火山の爆発時などにこうした UFO の動画が撮られていますが、インチキ、偽物も多いということで、信憑性に欠けます。Talk about UFOs.I basically said, yeah, I understand, because here is what Area 51. Was giving to me since the year 2000 and beyond. Notice it's recent, and we have one trial.Then we have 1, 2, 3, 4, 5, and we have one that's 150 feet across, if not larger. And each one of these are separate documentation of UFOs that were photographed and taken, across the world from 2000.The year 2004. Now, when you actually get what that all means, is a UFO, when it's white on the enemy side, is ready to fly like that. And it's anti-gravity.That's the reason you don't hear anything. But when it's just parked, parked means just floating in air. It could be above your house, like this, this, and this. This turns out to be the heads-up display that the aliens see of how to go to Area 51 and store the craft. Nevertheless,This is what the craft looked like. That's how they changed power. And notice that here's a Navy-like thing that is standing on end. ネイバーはボイド・ブッシュマンについて次のように書いています。ボイド・ブッシュマン氏はアメリカロッキード・マーチン社でステルス戦闘機の製造開発に携わってきたシニアサイエンティスト、つまり上級科学者であり、世界的にも有名な航空宇宙科学者である。約40年間にわたり数多くの特許を取得し、航空宇宙産業に多大な功績を残した
ブッシュマン氏であるが、2014年8月7日に78歳で亡くなった。またブッシュマン氏はエリア51で UFO を研究しているチームに所属していた経歴もあり、その時入手した宇宙人の写真や数々の体験談を暴露し、30本にもわたるインタビューを YouTube に掲載したのだと。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、小型 UFO についてブッシュマン氏が説明している写真です。下から順に上に行きます。そしてパワーアップする前が一番下、順にパワーアップしながら姿を変えていく姿ということになります。そしてパワーアップし航行可能な状態になると、このように、光り輝くというわけですね。で、この写真を見て思い出したのが、埼玉県にお住まいの山田博史さんがティオティワカン、メキシコのティオティワカンで撮影なさった写真です。2014年の5月12日にその写真をティオティワカンで、お撮りになったというわけです。で、電話でですね、その時話をお伺いしたんですけども、メキシコの遺跡訪問で撮影した約1000枚の写真を見ていたところ、ティオティワカン遺跡の太陽のピラミッドの頂点からですね、頂上から西方向を写した写真の中に UFO らしきものがありました。で、写した時には意識していませんでしたとあります。で、その前後の写真には UFO らしきものは見られなかったということなんですね。で、これは何かということなんですけども、その時の写真がこの1枚です。まず第一に疑ってみるべきは鳥ということになりますが、鳥とも形が違うように思います。羽をね、広げて情報にあげればこのように映ることもありますが、しかしその時はですね、鳥なのか UFO なのかというふうに迷ったわけです。と同時にですね、ピントがずれているということも考えられますが、地上の様子、周りの人たちの姿から見てもですね、カメラのブレではないということになります。で、当時、今からもう6年前ですけども、私は UFO と判断しました。で、このブレといいますかね、モヤモヤ感はどうして生まれるのかという謎がずっと今日までついて回りましたが、ブッシュマン氏の証言によりその理由が分かったというわけです。つまり UFO はですね、エイリアンクラフトはパワーアップするとこのようにフラッシュ光を発生するというのです。それがですね、こうしたブレのようなモヤモヤ感をですね、生み出すということになります。で、今から6年前のこの写真を見ながらですね、6年経って今日初めてその謎が解けたということになります。で、もう一度比較していただきます。左が広志山田さんによって撮られた写真です。右がボイド・ブッシュマン氏によって撮られた写真です。白黒反転してみましたが、このように様子雰囲気が一致するということです。なぜこのように反転して同じなのかという疑問も残るわけですけども、それについては今後の検証課題にしたいと考えています。Mars and Earth, as it's seen by UFOs. And here's another. No, we aren't going through motherships or anything like that. Nevertheless, those are the UFOs. Now, when they actually get powered up and actually start traveling,
turns like this. You do not hear sound. They're up. They travel like that. They look like that. And they travel extremely rapidly. Now, the question is who are they? Here's another one that's, you see the bottom, how it's all white? It's turned on. Here's also the bottom turned on. Strangely enough, I asked them to take pictures of the power unit on the bottom. Up close and personal, they gave me this. I don't know what this means. That's when my camera actually looks into the power center of the UFO. It was in the afternoon of April the 14th, 2020, when mysterious objects flew around in my study for over 30 minutes. They were reflected in the video in more than 40 scenes. After further verification, I determined that they were micro-miniature UFOs. I hereby decided to re-examine them again in this video. 2020年4月14日の午後のことです。私の書斎の中を30分以上もの間不思議な物体が飛び回りました。確認されただけでも40箇所以上の場面でそれが動画の中に映り込んでいました。私はその後検証を重ねた結果、それは超小型のUFO であると判断しました。この動画の中でもう一度それを再検証してみることにしました。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、前回検証しました動画です。で、この動画の中ではですね、直径が2ミリから3ミリ前後の超小型の物体がですね、右上から左下に走ってきて、そしてこの白い電子辞書なんですけども、その電子辞書の間をすり抜けてですね、左下の方に走っていくのが分かります。で、その時にですね、その物体の後方部に光のパウダーが発し、なおかつその周辺の画像が歪む点に注意してください。今出てきました。で、これは何かということですけども、先ほども言いましたように、私は超小型のUFO であると判断しました。で、今日改めてもう一度検証し直してみます。で、今オリジナルの動画をご覧いただいています。まあ、こうした物体がですね、この動画の中に30分の間にですね、40数箇所に現れてきます。まあ、その中でも特にまあその5、6シーンをですね、選んで続く動画の中でご覧いただきますけれども、こうした物体がですね、私の部屋の中を横切った、あるいは飛び回ったということになります。で、これはかなり大きな物体かと思われます。直径が2センチ前後、あるいは3センチあるのかもしれません。で、この物体で注意していただきたいのはですね、カップの中から現れたのではなくてですね、私の、まあ、向かって右側の左耳のちょうど上の付け根あたりから一度現れてですね、そしてそれが私の頭の中か、あるいはその頭の向こうを横切って、そしてカップの中に現れて、そして左の方に走っていくのが分かります。で、その耳のちょうど付け根あたりの部分ですね、ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。で、デスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところに一度現れてですね、そして左下の方に流れていくというわけです。で、10分の1スローでご覧いただきますけども、
今頭の向こう、あるいは中を通り過ぎて、そしてこのカップの中に今現れてきます。で、出てきました。で、直線的に移動しているというよりもですね、ややこう上下にふわついているかなという感じがしますが、はっきりしません。そして左の下の方に消えていきます。こちらの方もですね、よく観察するとところどころに細かい光のパウダーがですね、後方部に、まあ、散っているのがわかります。で、その部分をですね、これから20分の1スローにしてご覧いただきます。カップの中から一応現れたように見えますけども、そしてカップの側面をですね、から現れているということですね。つまり、カップそのものをですね、すり抜けているような感じがします。チューブからご覧ください。つまりカップの手前から出てきたというのではなくてですね、カップの中にあったものがカップの側面をすり抜けて外に出てきているということですね。そして左の方に流れていくといった感じです。で、半透明のようですね。回転しているのか、あるいは人間のまだ知らない物体なのかは分かりません。で、その途中の部分も今20分の1スローでご覧いただいています。球形というよりも時々微妙に形を変えているということですね。ところどころ後方部にですね、白いもやのようなものが発生しているのが分かります。そして何かしらこう回転しているようにも見えるわけですよね。まあ、そのところを注意してご覧になってください。で、これは何かということなんですけども、まさしく大きい小さいは関係ありませんからね、まさしく UnidentifiedFlying Object、 未確認飛行物体ということになるのではないでしょうか。で、このあたりで何かしら、ね、光の粉のようなものが散るところがありますから、注意深くご覧ください。そしてここですね、今ポーズしてみました。で、それがですね、ちょうどこう尾を引くように見えるわけですよね。まあ、その尾の部分に矢印をつけてみました。そして形もですね、球形というよりも微妙に変化しながら、そして回転しているように見えながら、そして左の隅の方に消えていくということです。もう一度オリジナルの動画をご覧いただいて、前回検証しました動画をこの後につなげておきます。まあ、これは実際に現れた物体であり、まあ、こういうことがですね、現実にこうして起きているということですね。まさに事実ということになります。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きている。その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時があるというのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はない。そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。そこに物がある、そこに物が見える、そこに音が聞こえる、そこに形があり、手で触れることができる、ぬくもりや冷たさを感じることもできる。さらに言えば、そこにあなたがいて、彼がいて、彼女がいる、そしてここに私がいる。その私は周りの人たちと心がつながっている。その心の中で私たちは生きている。確かに生きているが、それは本当に現実の世界なのか、それが現実なのか。生きているということは本当に現実なのか。
億年のそのまた億年の昔の間、私は無だった。あなたも彼もそして彼女も皆無だった。その無の私が光を受け分子で組み立てられ、今ここにいる、生きている。悩み苦しみもがき、笑い楽しみ喜びながら生きている。その私は現実なのか。そしてその私や彼や彼女はやがて近い未来再び無の世界へと戻っていく。光は消え、分子はバラバラになる。同時にこの世界、この宇宙すべてが消える。消えてそこにあるのは永遠の無。億年のそのまた億年の闇の淵となると、現実とは一体何なのか。現実の中の非現実、今皆さんが見ているのは現実の中の非現実。ありえない白い光球体が縦横無尽に飛び回っている。飛び回るだけではなく、モニター画面から飛び出し電子辞書を横切る。音もなく、時には鋭い光を放ち、時にはぼんやりとしたもやに包まれそこに飛んでいる。これは現実なのか、それとも非現実なのか。現実世界における非現実なのか、それとも非現実世界における現実なのか。私たちの住む世界が現実世界であるとするなら、これらの物体はまさに非現実が、その非現実世界から見るとこの私たちの世界が非現実。光と分子の世界に生きている私たちの世界こそが非現実。あるいは私たちは私たちの世界こそが現実とそう錯覚しているだけなのか。もともと無の世界を現実と錯覚しているだけなのか。あるいは反対に、ひょっとしたら無の世界こそが実は現実なのか。だとするなら、一体この現実世界とは何なのか。今私たちが住んでいるこの世界は本当に現実なのか、現実と言い切ってよいのか。あるいはこの現実世界だけを見て、これが現実と言い切ってよいのか。あるいはこうした現実世界における非現実現象はただ単なるテクノロジーによるものなのか。光と分子をあざ笑うかのように、光を無視し分子を無視し飛び回る。私の書斎の中を飛び回った光球体は、人間よりはるかに進化した生命体の乗り物なのか、それともそれ自体が生命体なのか。さらには未知なる世界からの来訪者なのか。そしてここに知るテクノロジーは、1万年10万年のはるか遠い未来、人間も手にすることができるテクノロジーなのか。つまり人間もいつか現実世界の中でこうした非現実世界を手にすることができるのか。がこうした非現実もやがて現実世界の中で消えていく。こうした非現実を見て
最初は驚いた人もやがてそれには驚かなくなる。非現実を現実世界の中に押し込めることによって納得し安心しそして忘れる。ただの超常現象だと。現実世界で非現実を認めることはそれ自体重苦しい。理解できないものを心に留めておくことはそれ自体が苦しい。だから人は現実世界における非現実を自ら遠ざける。私もそうだし、あなたもそうだ、彼もそうだし、彼女もそうだ。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。私は私の動画の中に映り込んだ非現実的な高級体を見ながらそんなことを考えた。現実とは何か、非現実とは何か、こちら側にいる私が現実なのか、それとも向こう側にいるその人が現実なのかと、あるいはこちら側にいる私たちこそが非現実なのかと、つまり私たちが現実と思っている世界は本当に本当に現実なのかと。